かなのわです。ピーン。もうすぐさ、クリスマスじゃん。早いな。早くね。やっぱクリスマスといえばプレゼントが欲しい。いくつになっても欲しい。だから今日はちょっとお互いにブレスレットを作って交換しませんか。交換。はい。お互いに作りましょう。お互いに。じゃあノアはカナのために。そうそう。でカナはノアのためにブレスレットを作るの。わあ、いいね。今日はその用意したものがこちらなんですが、はい、これはレゴドッツなんだけど、レゴじゃん。レゴでもブレスレット。レゴがブレスレット。どういうこと？だって考えてみ、今までのレゴはさ、お家を作るとかさ、お家しか作ったことない。そう、お家しか作ったことないからお家じゃん。アクセサリーになっちゃったんだ。なっちゃった。めっちゃ可愛い。これ。あらま。しかも、うん、この追加のねパーツもあって、うん、これを買い足したら、まあ普通にこれにつけれるんだけど、うん、他のことはもうちょっと違うブレスレットもね作れちゃうよっていう。ピエンとか。ピエンとか絵文字のねやつもあって。可愛い。めっちゃ可愛いっしょ。見て、でかいの。何ですかこちら。これはベストフレンドパックって言って、うん、レゴドッツ、これが5つ分入ってる。やば。友達とこれ1個買って5人でお揃いとか作れるの、うん、めっちゃ良いじゃないですか。可愛いし、お揃いできる。可愛い。超可愛い。なんか色もさ多いからさ、ね、たくさんあるね。そう、可愛いのよ。今回はカナノはこれで後ろに作っちゃおう。いろんな色あるし、お揃いち作ろうかなと。うわー。でカナのために可愛いのを作って。ノアが。はい。いいよ。気持ち悪い。それでは早速やっていきましょう。あう。開けました。すごい。なんか普段のレゴとやっぱちょっと違うね。なんかさ、ボコボコボコじゃないじゃん。可愛い。パステルめちゃめちゃ可愛いやん。わー、箱可愛いな。5色ですね。なんかもっとさ、はっきりしてる色なのかと思ったら。わー、可愛い。超嬉しい。うちらが大好き、ね、パステルじゃん。大好き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 パステル。ぐにゃぐにゃぐにゃ伝わるじゃん。え、でもやっぱいいね、ブレスレット。そう、手痛くないよ。花はどうも紫です。じゃあ黄色にするわ。オッケー。おぉ、開けるよ。え、これ全部開けよう。開ける。楽しい。なんか久々こういうの超楽しい。食べない。じゃあちょっとのんびり話しながらね作っていきましょう。作っていきますよ。え、なんかさ、そのままさ、色自分の色、担当の色っていうの、うんうん、もういいけど、でもなんか、わかる、ずらす感じもいいよね。かわいい。とりあえずちょっと、なんとなく、ピンク紫もかわいいけど、ノアだったら、どうなんだろう。濃いピンクとかもかわいくね。確かに。で、しかもなんかさ、だいたい濃いのと薄いのがあるよね。そう、黄色は黄色でも違うな。大中小みたいな、なんかね、色の濃さがね、違う。すごい、レゴだ。久しぶりレゴ。え、かわいい。結構かわいい感じになりそう。テーマとか決めた方がいい。テーマ、確かに。確かに。作りながら考えるわ。紫の表紙量半端ない。紫人気。なんかちょっとな、うん、しっくりこない。結構難しいね。楽しいけど。そう、いろいろ合わせて楽しいよ。楽しいけど結構むずい。こういうのってさ、小さい子半端なくね。なんかさ、発想力やばいね。すごい、マジで壁がない発想力に。完成した。はい、イエーイ。簡単だしね。ただね、デザインのレパートリーの幅が広すぎて、それな、めちゃくちゃ悩む。本当にめちゃくちゃ悩むけど、じゃあ私からいきますね。うん。カナはこんな感じ。見て、じゃーん。え、すごい。すごい。才能あるんじゃない？シャッシャッ。今紫にしたんで、でもなんか黄色がめちゃめちゃ可愛いなと思って。本当に思った。うん。しかもノアも黄色のバンドを選んでくれてたから、なんかちょっとおそろ感を出せるかなと思って、まあ、黄色と、まあ、紫ベースだから紫で葉っぱみたいな。確かに。でも可愛い形になった。テーマは？テーマはキラキラ。え、でもかなキラキラ好きなの。確かに、目もキラキラ。だからそう、ちょっとこうキラキラパーツもね、うん、ピンクと透明のキラキラを入れてね、カナらしさも残しつつ統一感ある。かわいいデザインにしました。じゃあノアちゃん紹介して。ノアは逆に統一感ないです。え、どんな感じ？
え、本当カラフルだ。なんかお花にしたいと思ってカラフルにしてみた。え、すごい。本当だ、カラフル。かわいい。こういうやり方もあるのね。ね。あ、すごいわ。かわいいよね。かわいい。お花、カナの花畑、腕につけてみた。はい、どうぞ。イエーイ。やった。プレゼントもらった。あ、もうプレゼントもらった。今週こうか。めっちゃカラフル。ベストフレンド。BFF。お揃い自体久々じゃん。確かに体育祭とかさ、うん、かわいい。文化祭とかでさ、なんか最近だとさ、文化祭ってさ、みんなうちわを作るじゃない。あうちわでさ、レゴみたいなさロゴでやってるね。自分の名前カナとかさ、ノアとかさやったりするじゃん。でそういうのレゴ、本物のレゴとセットでさ持ってこうやってうちわ取ったらかわいい。バチかわいいと思う。しかもさ、色がたくさんあるからさ、なんかそう何回でもさね、コンコンってできるから触れるし、めちゃめちゃいい良きでございました。ぜひそういう行事とかでもやってみてください。やってみてください。じゃーん。ということで着替えました。着替えました。ブレスレットに合わせてコーデを考えてみました。ぴょ、うん。あとで全身は見せるのですが、先にポイントをどこですか？ポイントはですね、なんかノア的にはその黒が好きっていうのもあって、やっぱ黒は取り入れたい。そうね、真っ黒だもんね。だからそのでも紫ってさ、正直言ってさ、黒とめっちゃくちゃ合うじゃん。かわいい。正直黒紫はかわいい。そう、めっちゃかわいいと思って。しかもさ、紫この中に1個しか入ってないからめっちゃ目立ってさ、めっちゃかわいいかなと思って。あとね、ここの袖にも黄色がちょこちょこ入ってて、この黄色とも良きかなと思って。何よ、取り入れてんじゃん。いい感じ。ほら、いい感じじゃない？めっちゃ目立つ。かわいいよね。かわいい。とても合うかなと思ってカナにしてこれを合わせてみました。かわいい。カナはね、カナは何？カナはなんかこの黄色、このパステル、パステルじゃんね、うんうん、結構柔らかいから、私もなんか服は白とか黒とかが多いから、確かにちょっと柔らかくしたいなと思って、上は白のセーターにして、うん、ちょっと柔らかめにして、あのね、実はね、実はやっぱおしゃれは、え、おしゃれはどこからだと思う？足元だ。あ、足元。その通り、さすが。あなたさすがね、おしゃれは足元から。靴下黄色。ちゃっかりね、ちゃっかり。なんかさ、服、黄色い服って持ってなかったから、あ、なんかちょっと黄色入れたいなと思って、思って。おしゃれは足元から。かわいい。見ました。ありです。あり。かわいい。せーの。雑すぎてごめんなさい。はい、こんな感じ。こんな感じ。こんな感じで映えてください。でね、うん、見て、実はこの虹ジュエリースタンドっていうのと、何ですか？ジュエリースタンドです、そのまま。こう同じようにこういう風に自分の好きなようにデザイン、可愛くつけて、自分オリジナルのジュエリースタンドが作れる。いいね。ジュエリースタンドが出来上がったのがこちらです。かわいい。じゃあ実際に今カナノワがつけてたアクセサリーをつけてみました。めちゃめちゃかわいい。これしかも全部レゴだしね。すごくない？やばい。後ろ見たらちゃんとレゴなんだよ。マジですごい。めちゃめちゃ可愛い。じゃあさ、今うちらがお揃いで作ったじゃん、うん、作った。見てくれてるリスナーのさ、皆さんともお揃いにしたいじゃん。したい。だからこのこっちのね、レゴドッツの方で、うん、リスナーの皆さんの分のね、作ります。何個か作ろうかなと思う。イエーイ。お揃いって作ります。じゃーん。視聴者のみんなにあげるのはこんな感じ。はい、ということで、うん、私たちが作ったレゴドッツのブレスレットは、視聴者さん、うん、10名様、抽選で10名様にプレゼントします。プレゼントします。 Twitter にてハッシュタグかなのわドッツクリスマスとつけて、ドッツをつけてやりたいことや、うん、挑戦したいこととともに投稿してください。してください。そして当選者の方にはこちらのアカウントから DM が届きます。応募期間は2020年11月30日月曜日までです。各
くさん応募お待ちしております。お願いします。他にもいろんなアイテムがあるらしいので、詳しくは概要欄に貼ってある URL を見てください。見てください。そしてプレゼントキャンペーンのことも概要欄に貼ってあるのでチェックしてください。見てみんな見てください。概要欄ポチッてして、概要欄ポチッとお願いします。お願いします。ぜひお揃いにしましょう。しましょう。というわけで今日の企画はここまででございます。皆さん良いクリスマスをお過ごしください。お過ごしそしてみんなゲットしてほしいなと思っておるので、おるので、ね、おるのです。こっちはおるのです。おるのです。お揃いにしましょう。またね。バイバーイ。